皆さん、おはこんばんち。アニメやゲームについていろいろ語っていくチャンネル。よろしく、お願いします。個人的な感想なので、まあ、そのあたりは、あたたかく見守ってくれたらいいな。では、熱く語り合おうではないか。チャンネル登録をお願いします。お相手は、佐藤ささら。構成は、ヨッシーでお送りします。みんなで、アニメやゲーム盛り上げていきましょう。さあ、 始まるよ。水曜日は現在放送中のアニメについて語っていこうと思ってます。チャンネル登録すればお知らせが届くので忘れません。お願いします。だいたい夜7時に上げていこうかと思ってます。この時間は思い入れが大きいんだよね。いつも楽しみなアニメが放送されていて、めっちゃ楽しみでしたよね。世代が古いとは思いますが、うるせい奴ら、って知ってます その世代ドンピシャな僕であったりします。ラムちゃんは、今頃、当たるとどうしてるかなまあ、思い出話はこれくらいにしまして。最近アニメは映像券にハマっていて、なんさけど今回は別のアニメでいきます。まあ、見てないのはレビューできないんだけどね。それでは行きましょう。第4回目は、ダーウィンズゲーム、第3話まで放送されてます。 そこまで見てのレビューとなりますので足からず、ゲームの中に入ってって体感できる系で現実に戻れなくなる系ですね。SAO、OK、系とでも言いましょうか。ソードアート、オンラインの初代はアニメ見てました。その後、某有名 YouTuber が実況プレイしてたのも、よく見てました。あの頃は美少女系を実況したり、あの語り口が好きでしたよね。と、第一印象でしたが、違いました。 アニメ詳しく見返してみましたが体関係ではなく、現実の中で起こっている系だったりします。それも残酷系なので、余計に拒否反応があります。殺し合いの場面からスタートだからね。その系列はもういいやと思っているんで切ろうかなと思ってたんですが。おおれつえ。ともに、やっぱり、そうなりましたよ。展開早い。 で、早速に無敗の女王主家と戦ったと思ったら、即彼女で出れましたよ。てか、よく見たら、シェカって可愛くねえ。まあ、シェカに見入られてではありますが、切るのはやめました。最近は作画崩壊とか、よくあるので第1話見ただけではわかりませんが、こういった可愛い系作画で期待外れとかも多いんですよね。ですが、キャラデザと作館が同自陣なので、 作画崩壊とかは起こらないとは思いますがね。てか、よくよく原作者について調べてみたんですが、原作者自らアニメにも関わっているですね。なら、全体的に崩れはしないかな。安心して見てられます。もう一つ、切らない理由ってか、原作はチャンピオン系なんですね。昔はチャンピオン愛読してたから、その系列は愛着があるっていうか、 ただただ残虐系ではない気もしました。では、ストーリーを見ていきます。主人公の須藤かなは、何も知らずに殺し合いのダーウィンズゲームに巻き込まれていきます。友達も、いろいろあって殺されてしまいます。その最後の言葉、生き残れよ、がかなめに、後々響いてきます。演出面ですが、心の中の真相心理に問いかけてる画面が殺し合いの葛藤の中で描かれてて、 なかなか、すごいなと思いました。で、本当に覚悟を決める最終場面では、それが画面に文字としてきたのに良かったかなと、なかなか、心に訴えかける演出だったと思います。そんな状況の中で勝利をつかんでほうとした状態で、あんな可愛く出れられると、僕でなくてもぐっと来てしまいますよ。第2話以降は、徐々に登場人物が増えてきて、 これからへの期待も高まってきました。詳しくは語らないけど、これからの金目の成長は楽しみではあります。こんなもんですかね。テレビ東京系での放送なので、見られない人もいるかもしれませんが、分別のつく大人の人向けにおすすめはできるかなと。子供は、絶対に見せたくないってか、海外ではやり玉にあげられそうな内容ではあります。日本でもメディアが、 これ真似するんでダメとか、ありそう。では、恒例の、ダーウィンズゲーム、いきますよ。僕のアニメ点数は10点中、7点。では、また。次回もこういうご機会あれ。